鳥居大宮売神社は、京都府京丹後市大宮町月にある神社。式会社で丹後国二宮を称する。旧社格は、府社。古くは、月社、月宮とも。京都府北部、竹の川上流の丹団球場の小密三世六に鎮座する。祭神を、大宮売神、若宮売神の二柱とし、宮中の宝斎神として、 著名な大宮売り紙を宮中以外で祀る唯一の式内者として知られ、一説には宮中の大宮売り紙の元者になるとも言われる。境内一帯は高古遺跡としても知られ、これまでに弥生時代前期以降の多くの遺物が出土している。特に古墳時代中期の祭祀遺物が多数認められることから古代祭祀場から神社へと発展したことが確実視される。 祭神の特殊性に加えて、原始祭祀から、律令祭祀への変遷を、考古学的につまびらかとする点で、重要視される神社になる。境内は、京都府指定史跡に指定されているほか、石灯籠2基が、国の重要文化財に、社殿の内旧本殿が、京丹後市指定有形文化財に指定されている。また、民族芸能も保存されており、三番層、笹林、かぐらが、 京丹後市指定向け民族文化財に指定されている。現在の祭神は次の二柱。延長5年成立の演技式新名庁、臨時祭明神祭場における祭神の記載は2座。いずれも大宮売神社2座と見え、祭神2座のうち1座は大宮売り神であることが知られる。この大宮売り神は宮中に祀られたことで有名な神で演技式新名庁では、 全国3132座の筆頭である、神技館祭延後夫妻人八座のうちの一座として見えるほか、増殖し座神に、大宮売神社として四座と見える。一方で、道庁では、大宮売を社名とする神社は、当社の他に見えず、大宮売神を宮中以外で祀る、式会社としては、当社が唯一となる。大宮売神は、日本書紀古事記に、記載のない神で、 保護周囲に、太玉の命の久しつぶさに生ませる神と記載される、以外はつまびらかでない。交渉上では宮殿を人格進化した神とする説や、天皇側近の内死を深格化した神とする説が挙げられる。宮中の大宮売り神と丹後の大宮売り神の関係もつまびらかではないが、一説には丹後の地方神であった大宮売り神が宮中に取り入れられたとされる。 丹後地方では他にも、公費伝承が多く認められており、それらと共に、大和王権の宮廷と丹後地方との結びつきが示唆される。なお、大宮売神社側では、大宮売神を、雨の渦め人と、同一視する説を挙げる。もう一柱の祭神である若宮売神については、つまびらかでない。大宮売神社側では、という毛紙と、同一視する説を挙げる。 双剣は不詳。写記では、須神天皇7年に、小直で大宮売神を祭り、須神天皇10年に、丹波堂主名が、若宮売神を祭ったと伝える。考古学的には、境内一帯は、弥生時代前期に始まる遺跡として知られ、これまでに多くの遺物が出土している。それらの様相によれば、当地では、弥生時代から集落が存在し、古墳時代には、 再新遺跡が成立した後、奈良時代には、それが神社へと発展したと推定される。古代、新昇格直不省大道元年朝では、当時の大宮神に神戸として、丹波国から七個が当てられている。国史では、天安三年に丹後国の大宮売神の神戒が十五位下から十五位上に少女された旨が記される。延長年成立の式神帳では、 丹後国丹波郡に、大宮うる神社に座名神大として、二座が、名神大社に列する旨が記載されている。また、演技式臨時祭名神祭場では、名神祭285座のうちに、大宮うる神社に座が見える。平安時代中期の和名称に見える地名のうちでは、現神座地は丹波郡好座とに否定される。この、好に関しては、 天皇即位地の大城祭において丹波が月の国に定められた際、月里が月の里に定められたことに由来するとして、それに大宮売神社の存在を関連づける説が挙げられている。平安時代末期には当社とその車両は偶然院に記入されており、案元2年2月日付の八条院料目録では偶然院を少々に丹後国式と見える。 中世、中世期には、上級4年4月5日付の大乗館長において、具税飲料の一つとして、一所アザス記者在丹後国丹波群、大宮武大名人と見える。また、丹後国伝数長によれば、月号64兆4段250歩のうち実に30兆5段10歩が、当社診療であった。特治2年には、石道路が寄進されている。なお、現在の大宮神社では、 単語国にグーを称するが、中世紀に二宮であったことを示す資料は見つかっていない。近代以降近代以降の変遷は次の通り。写像の神学では、大宮売神を小一くらい、若宮売神を十一位とする。境内は、竹の川上流の小盆地の東南部に南面して、位置する。橋人街道から山道を、約150メートル進んだ先に主要社殿として、本殿。 廃電、旧本殿が立ち並び、本殿裏には金属の森がある。境内は、最新遺跡としても知られ、式内者としての否定は確実であり、かつ古者としての景観も保たれていることから、歴史的に重要な意義があるとして、京都府指定史跡に指定されている。社殿中央に廃殿右奥に本殿旧本殿現在は、境内者の中霊者。主要社殿の内本殿は、 昭和2年の北丹後地震で、旧本殿が被災したのを受け、昭和5年に造営されたものである。形式は流れ造り。本殿の前には、廃殿が接続する。旧本殿は、江戸時代の元禄8年の造営。丹後半島では、珍しい墨み切りかすが造りで、全面に、の木頭破布の後輩を伏す。屋根は、元は、吹きであったが、北丹後地震で損壊したため、 現在は、銅版武器に改められている。カエルマタや後輩には、巧みな彫刻が認められる。この旧本殿は、京丹後市指定有形文化財に指定され、現在は、境内東側に移築された上で、境内社中霊社の社殿として使用されている。拝殿前の左右には、各一基の石道路が建てられている。各祭神に一基ずつ検討されたものとされ、一基は、 総高2 6 6 6トルを測り、特治2年日のと羊3月7日、大岩手、真の国名を有し、鎌倉時代の特治2年の寄身とされる。他1期は、総高2 5 9 4トルを測り、無名であるが、同時期の作と見られる。2期は、国の重要文化財に指定されている。その他、社務所は、 明治5年に旧宮津藩主の別宅を移築したものになる。前日の通り、大宮売神社の境内地及び周辺は、高古遺跡として知られ、これまでの発掘調査や開発において、弥生時代前期に始まる多くの遺物が出土している。神社境内地からの主な出土遺物としては、古墳時代中期紅葉頃の滑石製マガ玉、管玉、薄玉、鏡形石製品、 矢尻形石製品、環状石製品、ミニチュア土器などがある。これらは実用性を欠くところから、再祀物と解される。また、神社周辺の流路跡からは、弥生時代前期から奈良時代頃、特に弥生時代中期復興期を中心とする大量の遺物が検出されている。以上の出土遺物の様相によれば、当地では弥生時代前期から、 集落形成が始まり、弥生時代中期低行期には大規模な拠点集落として発展したとされる。そして、古墳時代中期紅葉には、再祀遺跡が成立して、奈良時代には神社へと発展したとみられる。同じ場所で、再祀遺跡から神社に発展したことが明らかである。点で、貴重な例とされる。なお一帯では、多くの古墳も分布しており、現在の田旅所である。 石明神も横穴式石室の古墳になる。大宮売神社で年間に行われる祭事は次の通り。霊祭では、御子と御、立ちぶりが行われるとともに、三役と称される三番僧笹林、かぐらといった芸能三種が奉納される。三番僧は、少年三人の舞天のほか体制のただ小方、高権役で行われ、一番僧は、千歳、二番僧は、 王、三番相はもみの段、問答、鈴の段の次第が模様される。笹林は、風流子歌踊りの一種で、太鼓方十四人や新墓地役一人、歌方十四人で行われ、弁慶踊り、上様踊り、月町踊りの三曲が模様される。神楽は、大御神楽系の獅子舞で、二屋台の太鼓と、笛、長子による二人立ちで行われ、剣の舞、鈴の舞、 怒り舞いの三曲が模様される。これら三番層、笹林、神楽は、京都府登録無形民族文化財に登録されている。ほか、京団子指定無形民族文化財に指定されている。所在地交通アクセス限定出展書籍サイト。ありがとうございます。